でサンフレッチェ広島、今日は1対1でね引き分けだったんですけど、プライムステージ進出が決定しました。そう、ゴールもね、もう目の前でゴールが見れて本当にもう上がりました。テンションぶち熱です。もううわーってなった。ぶち熱、もう上がりましたね。めっちゃ楽しかったです。久しぶりにスタジアムでね応援できたのでめちゃくちゃ楽しかったし、スタグルもたくさん食べました。美味しかったスタグル。こんばんは。ね、綺麗なゴール、めっちゃ綺麗だった。こんばんは、ただいま。あ、応援に行ってたよってね、プチアツでしたね。ちょっとね雨がねしとしと降ってたんですけど、試合の時はしとしと降ってたんだけど、試合の時はあんまりねちょうどいい感じに止んでて、ちょっとなんか太陽とかも出てきて晴れっぽい感じ、太陽も途中出てきて、最後らへんちょっとだけ雨が降ったけど、でもあんまり雨も降らず良かったです。天気ちょっと不安だったんじゃけど、今日雨が降る予報だったけん大丈夫かなって不安だったんじゃけど、でもねあんまり雨にすごく当たってびしょ濡れになることはなくね、暑すぎずすごくいい感じの気温で楽しめました。こんばんは。そう、お疲れ様。こんばんは。くまほー、こんばんは。 T 商店街歩いてないかも。そうそう、この服、このこれ着てたんです。ガールズユニフォームっていうユニフォーム、全然シーズンぐらいかな、結構前のシーズンでのあのイベントの時のユニフォームなんですけど、可愛いですよねこれ。あのピンクと紫で色合いが可愛くって、デザインがねめっちゃ可愛くってすごく好きなんです。好きなあのユニフォームです。お疲れ様。そう、サンフリ行ってきました。お疲れ様。あ、そっか、大雨でって、あれだね、地域にっていうか場所によってはね、今日は結構全国的に雨の日だったよね、天気予報見たら。じゃけんすごい雨が降ってる場所での試合もあったよねきっと。よし、じゃあ自己紹介をします。忘れた。お曲がった。じゃん、ST48 研究生岡田あずみです。ぜひルームフォローよろしくお願いします。よろしくお願いします。岡田あずみです。よろしくお願いします。そう、来週もあるね。来週18日かな、うん、6月18日セレッソ大阪戦がありますね。7時キックオフって書いてある。あ、じゃあ次からナイトゲームになるんか。次からナイトゲームになりますね、サンフレッチェ広島。今まではあの冬はデイゲームで、夏になるとナイトゲームって言って6時とか7時からキックオフになるんですよ、夏はね、夏時間だから。次の来週の6月18日土曜日のホームゲームからナイトゲームになりますね。7時キックオフってなってる。なんかね、ナイトゲームの方が私は好きですね。デイゲームも好きだけど、ナイトゲームのあのなんだろう、あの感じ、暗い中こう電気系が照らされててっていう、あの夜のね暗い感じの方が個人的にはすごくね
好きなので、ナイトゲーム始まるけんね、来週からぜひ行ってみてください。夏はね、夜になるとねちょっと涼しくなったりもするけん、昼間か夕方ぐらいにスタジアム行って、あの夏のね、夏絶対飲んでほしい、あのスムージーとかね、冷たい飲み物とかも夏限定でスタグルが出たりするけん、そういう飲み物とか冷たいもの飲んだり食べたり、美味しい食べ物食べたり、あそこのステージとかね、イベントとかを楽しんだ後にちょっと涼しくなった夜にね、試合見て最高な夜を過ごしてお家に帰るっていうねっていう休日を過ごしてみるのもありだと思いますよ。7月は3回あるんかな、7月2日と7月10日と7月30日があるね。7月多いですね。ですね、ぜひぜひ行ってみてくださいサンフレホームゲームおすすめです。こんばんは。あ、千葉もう梅雨入りしてるの？え、広島っていつ梅雨入りするんだろう。もうしてるんかな。まだしてないよね。広島の梅雨入りはいつなんでしょうか。お、長野県の松本さんが20で、あーすごい、20いいですね。20の試合。こんばんは。そう、夜になるんですよ、来週からぜひステージもね楽しんでみてくださいね。お疲れ様ね。ナイトゲーム楽しいよね。虫ね、虫は確かに、虫は気になる、気になったりもするけど、そんなに気になったことないかな。虫そんなに気になったことないかも、ナイトゲームで。あー、家に帰れない。確かに遠く広島、遠くから来られる方だと確かにナイトゲームはあれかもしれないね。泊まりとか土曜日だから来週泊まって、日曜日も広島で過ごしちゃうみたいなの、どうですかあ、初めて行くの？楽しんできてね。お、あずみんとの話し会初そうで、まだって1週間や。そう、18日はね、あのリアルお話し会があって、東京関東会場でリアルお話し会があるので、応援はね駆けつけれないんですけど、リアルお話し会でお待ちしてます。18日来られる方お待ちしてます。お話ししましょう。18日、リアルです。生です。生楽しみ、生でお話楽しみですね。ほんまに私の148センチの身長をあの体感しに来てください。びっくりすると思う、多分びっくりしたって言われるから、きっとびっくりすると思う、君もこんばんは。まだか、梅雨入り来週ぐらいか。ね、なんかずっと晴れ多いもんね最近。あんまり久しぶりの雨だったなって感じ今日も。お、来週見に行くよって、楽しんで来てください。来週試合観戦。すごい、勝利の王子いいね、勝利の王子。こんばんは。カップ麺の蓋は全部トルハさんスケーモンさん名前がすごい変わってるバラン、ありがとうございます。ありがとう。お話会行こうかな、迷うなって、
迷わないで来てよ迷ってないでお話ししに来てよ。待っとるけん、話したいよ私は。絶対来てね、待っとるけん試しに一回話してみん。迷ってたら、お話しするかどうか迷ってたら、試しに一回だけでも話しに来てみませんか。リアルお話し会。どんな、なんかね、4人どんな感じの話し会、なんか研究生4人とお話ができるんですよ、リアルお話し会は。一つの件で、だから一個の件を買ったら4人全員とお話ができます。私だけとかりおちゃんだけとかじゃなくって、4人全員と、研究生4人とお話ができますね。できます。ぜひぜひ話しましょう楽しみにしてます。お話ししましょう。マリトッツさん、かわいい、ありがとうございます。のみおくんさん、さくらんぼとかわいい、ありがとうございます。こんばんは。あ、5時半起きで広島行きます、ありがとうあ、そう、明日はね、先輩のオープニングアクトに出演します。初日です研究生になって初めてのステージです。明日はに立ちます。お待ちしてます、楽しみ楽しみです、めっちゃ楽しみ。楽しみにしててください。明日昼公演と夜公演、チャーミングトリップさんの公演のオープニングアクト頑張ります。ぜひぜひ会場にお越しの皆さん、 DMM 配信でご覧の方、楽しみにしててください楽しみにしとって、頑張るね。ちょっと緊張する。でもこんばんは。そう、4人と話せるんですよ。ねえ、来てよ、つつさん。お話し会、お話ししたい。8月の広島会場来て、来てください。待っとるね。そう、次々にね、みんなと話せる感じ。4人の順番は、そうだ、名前順かな。こんばんは。ちょびっとだけ緊張してますまだね、まだ緊張してないかも。全然ちょびっとだけ緊張してる。こんぐらい緊張してます今明日に向けてこんぐらい緊張してる。2列目の、あ、昼より両方さんがいます、ありがとうぜひペンライト、よかったら水色とピンクにしてみませんか。ペンライトカラー水色とピンクです。水色とピンクなので、ぜひペンライトカラー水色とピンクにしてみてください。こんぐらい緊張してます今頑張るね。こんばんは。お、勝手に四国公演で初めて、楽しみにしてて頑張るね。私も楽しみにしてます。楽しみにしててください。そう、 DMM 配信もあるけん、DMM 配信でぜひあるけん、配信でもね、ちょっと遠方、遠くて明日は見れないなって、会場に行けれないよって方でも、 DMM 配信からぜひぜひ見てください。こんばんは。応援電波もらいます個別は、そうだな、個別は今はオンラインお話し会かな。次ね、7月6月はもうあれが終わっちゃったから、受付が6月の末にあるお話し会は終わっちゃったので、
ぜひね、6月に7月にオンラインお話し会で個別でたくさん話しましょう。リアルお話し会は4人だけど、お、昼も夜も、昼も夜も楽しんでください。発表会です。あ、ありがとう。公演は明日のチケットはもう、公演のチケットはもう買えないかな。そう、かぎ37さんファイト、ありがとうございます。ペンダピンクと水色です。こんばんはね。 DMM 配信でぜひぜひ見てください。何曲かは内緒です。どんな曲かも内緒です。何があるかも内緒です。全部全部内緒です。楽しみにしててください。明日をワックワックドキドキ、ワックワックドキドキ、楽しみ。こんばんは。おしましはどうだろう、どうなんかな、どうなんだろう。リモさん、かわいい、尊い、ありがとうございます。そう、これはあのサンフレのユニフォームです。ガールズユニフォームって言って、かわいいよね、ガールズユニフォームを着て。今日はね、応援に行ってきたんですよ、サンフレッチェのホームゲームの。ゆきさん、お話、あー、ありがとう、楽しみにしとるね。お話楽しみにしてます。ひろっちさん、ありがとう、楽しみ。リオさん、ファイト、ありがとうございます。ね、楽しみにしとって内緒です。何の曲があるでしょう。内緒です。ちょっとだけドキドキしてる。そう、ユニフォーム、あの、そうそうそう、あの、行ってきた、応援ホームゲーム行ってきましたよ。応援行ってきました。そう、ワクワクドキドキダンス。踊りたくなる。ドキドキドキ、ほんまにドキドキする。でもちょっと最終確認して、私レッスン動画見るのめっちゃ大好きで、レッスン動画、レッスンの時毎回動画を撮るんですけど、最後にね、レッスンの動画見るのめっちゃ好きなんですよ。もう何十回と見返している、毎回送られてきたら、その日一日、今日、例えば今日レッスンがあったら、今日送られてきたら夜寝るまでに10回は絶対見てます。なんか見ようって決めてるんじゃなくって、なんか見たくなる、見たくなるんだよね。確認して何回も何回も見たくなる。だから今日も寝る前に何回見ようかな。レッスン動画シミュレーションしっかりして明日に備えますね。え、緊張するね。可愛いよねこれね。お話し会でラップしに来てください。ラップ、生ラップ聞かせて。生ラップ、生ラップ聞かせてくださいよ。聞きたいです。こんばんは。そう、レッスンね、たくさんたくさんしたよ。頑張った。こんばんは。ん？さてどうでしょう。楽しみにしとって。明日のお楽しみだよ。どんな曲かは。付き合ってくれる？最終確認。そうだね、振り覚えるのはね、だいぶあれかも。割とすんなり入るタイプかもしれない、振り入れるの。
でも大体なんか先輩方のステージの動画を見て覚えてとか、送られてきた動画見て覚えて、振りをねなんとなくこう細かくこんな感じで覚えて、それをレッスンの時に細かくこうだよああだよそうだよ手はこっちだよこっちだよあっちだよこっちだよって直してもらうようなレッスンなのでね、動画見ながら振りを覚えるっていうのにこうだいぶめちゃ一番苦手なんですよね私、動画見ながら振りを覚えるっていうのが。その場で直接先生とかに教えてもらう方が頭に入りやすいというか、入りやすいタイプなんですけど、動画見てね覚えるのちょっと苦手だったんだけど、最近そのそうやって覚えることが増えたからだいぶこう頑張ってます頑張ってだいぶね慣れてきました。動画見て振りを覚えるの割とね、みんな4人で話してても動画見ながら覚えるの苦手なメンバー多い。みんな苦手だよねって話したりする。激辛ラーメン食べたの私は多分食べれないな、激辛ラーメン。頑張るそう、頭の中でたくさん踊るんです。だあざはねだいぶ良くなった、だいぶ薄まったよ、だいぶ色も落ち着いてきた。ちょっとあのなんかさ黄色っぽくなると、あの治りかけって黄色っぽくなると治ってくる合図だよみたいな教えてもらったの、ちょっとね黄色っぽくなりつつある。もう結構ほら見えます、薄くなった、だいぶ治ったよ、治りかけてきた、よかった。タワーありがとう K さん、明日に向けてのパワー、ありがとう、びっくりした、ありがとう、ちょっと待ってね頑張るもうありがとう、受け取ったよパワー、ありがとう嬉しい、ありがとう。もうこのパワーをもう燃料に変えて力に変えて、ほんまに明日めっちゃ出し切るね、頑張ってくる明日、ありがとうね。かわいい、結婚式のやつだ、ありがとう。赤で書こう、ウェディングタワーって書こうか。ありがとう。オレンジと赤で描いてみました。じゃん。やる気猫Kさん、ウェディングタワー、ありがとう。ありがとう。ありがとう。本当に本当にありがとう。読めます？
パワーありがとう。パワーありがとう。本当に本当にありがとう。ありがとうね。ありがとう、嬉しいです。頑張るね。ありがとう。読めるかな。ありがとう。オッケー、読めた？着色した？ありがとうね。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ひろっちさん、クマのペイントクマさん、ありがとうございます。こんばんは。そう、だいぶ薄くなった。アザミじゃなくなってきてる。アザミンじゃなくなってきてるよ。アザミン卒業です、ついに。こっちも左も右も左も良くなってきてる。痛くもないね。もうなんかね、やっぱり当たると痛いんだけど、当たらないとそんなに痛くないです。よかった。激しいダンス好きですね。ちょっと表現力の練習をしてます、今。表現力の、楽しみにしてて。明日が楽しみ。早く明日にならないかな。でも多分あっという間に明日になりそうだな。寝て起きたらすぐ明日が、明日が楽しみだな。ねえ、回復力若さかな。やっぱり若いからかな。華やかになった。ありがとう。ありがとうだよ。ありがとう。本当に本当にありがとう。ありがとう。ありがとうね。ちょっと待って書くね。ありがとう。これは瀬戸内の太陽さん。あ、明日はだから配信が夜かな、夜配信10時とか9時、10時ぐらいになるかな配信。2万タワー、本当にありがとう。ありがとうね。ありがとう。ちょっともう愛ぶち込みます。ありがとう。鈴、これは何タワーな、金タワーなんだろうな。愛の金って書いとこ。金が書けないな感じ。金にこっちなんだっけ、どうか。
ありがとう。よし、書いた。じゃん。ありがとう。これは瀬戸内の太陽さん。愛の鐘タワー、ありがとう。ありがとうございます。本当に本当に嬉しい。ありがとう。ありがとう。読んでね。会いたいです。会いたいよ。ありがとう。あ、初見さん、梅ちゃん、こんばんは。岡田あずみです。よろしくお願いします。こんばんは。ありがとう。頑張ってくるね、明日のステージ。ありがとう。ありがとう。めちゃくちゃ嬉しいよ。ありがとう。ありがとう。ありがとう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ぜひフォローもよろしくお願いします。岡田あずみです。ウェディングベルか。ウェディングベルだ。そうだね、ウェディング、ジューンブライドだからウェディングベルだね。色合いが可愛いんだけど、パジャマパジャマじゃないんだけど、あのパジャマじゃないです。これはね、サンフレッチ広島のガールズユニフォームっていう、あの普段のユニフォームとは違って、全サクサクシーズンぐらい、サクサクシーズンぐらいのイベントでのユニフォームですね。ガールズユニフォームです。可愛いですよね、これサンフレッチェのやつなんです。あ、帰りの新幹線で、ありがとう。気をつけて帰ってね。こんばんは。緊張ちょびっとだけしてる。緊張ちょびっとだけしてます。お仕事お疲れ様。私も会いたいから会いに来てね、ぜひ。TY さん、ありがとうね。あ、エリオン行きます。梅ちゃん、ありがとう。楽しみにしててください。頑張ります、オープニングアクト。楽しみにしててください。頑張ります。回線がないので応援電波で許してね。いや、全然そんな。ありがとう。じゃあ受け取れ、今応援電波。ウビビビビビ、みんな応援電波受け取ります。受け取った。これで明日も頑張れます。ありがとう、応援電波。嬉しいよ、応援電波送ってくれるの。応援電波たくさん送ってほしいな。ありがとうね。ユニフォーム、いろいろあるよね。そう、広域公園のエディオンスタジアムでありましたね。ちょっと一個ね、もう一個、一番最近のシーズンのユニフォーム、あの上から着るような、こういうあの先着で配られてたユニフォーム、後ろにブチアツって書いてる今シーズンのユニフォームがねあるんだけど、ちょっと下に置いてきちゃって、それも持って上がってくればよかった。それと何枚か持ってるんよね。何枚かありますね。今日はね、10時まで配信します。1時間配信する。こんばんは。エリアへ買い物しに行きます。買い物だけ。ステージも見に来てほしいんだけどな。
買い物に行くの？ステージは？ユニット15は本当行けなくて、頑張って、おい、ありがとうね。私も見てもらいたかったな。悲しいけど頑張ってくるね。ありがとう、応援パワー受け取ります。ありがとう、頑張る。黒山羊さん、初見さん、こんばんは。岡田あずみです。ぜひフォローよろしくお願いします。こんばんは。口笛弟ですね。こんばんは。8月待ってます。そう、オープニングアクトは何分ぐらいか、20分、30分ぐらいかなですね。そう、それも持ってる、それも持ってくればよかった、それも見せたいな。そう、いろいろね持ってる。今これはね、ガールズユニフォームってやつ、ガールズ、かわいい、かわいい、クマガールって書いてあるね、後ろ。実はあ、ここもね見て、なんかめっちゃかわいい。あ、2019年だねこれ、2019年の時です。めっちゃ前だ。え、3年前ぐらいか。今2022年ですっけ。2021年か。2022年だよね今ね。2020何年だっけ。3年前かな。かわいいよねこれ、デザインがかわいいんですよ。ね、2022年か、2022年だから3年前ですね。3年前。こんばんは。そう、この姿で応援してたの。あ、これは持ってきたんよ、じゃーん、応援メガホン。これね、あ、ちょっと音大きいかも。こうやってパン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 って音もこうやってね出せるやつ、メガホン。あースクショタイム。サッカー女子です。スクショ、急なスクショタイム。急じゃけど。こうやって。さあ行こうぜ、どこまでも走り出せ走り出せ、輝け俺たちの誇り、広島広島、おー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 。今ね声を出してはね試合見るとき応援はできないんですけどね、今までコロナがないときはみんなでこう歌ってね、ちゃんとって言うんですけど、ちゃんとこう歌いながら応援しててね、すっごいよ、あのスタジアムの声出せって応援できてた時の、あの時のスタジアムの空気感というか、もうね熱気、あれ本当にね初めて行って、全然サンフレッチェ広島のこととかサッカーのこと全然まだわからない時に、その初めて応援に行った時に、あのスタジアム内の熱気とその空気感にわーってやられて、わーってなって、そこからもう虜になっちゃいましたね。声出して応援ね、早くねできるようになったらもっともっと熱いよね、熱いよね。
恋しいですね、声出せるのが。声録音、今はね、なんか一時期は流れてたことあるんだけど、今はあの太鼓、太鼓だけです。サポーターの方の太鼓でドン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 とかっていう太鼓だけかな。それに合わせてこうやって自分たちも合わせて応援をしたりしてますね。しんいちさん、ハートありがとうございます。いつでも応援してあげるよいつでも元気与えるよ。こんばんは。盛り上がるね、太鼓とかもすごいよね。確かに新スタジアムできるけん、それが楽しみ。そう、ゴールした時のね、やばいよねほんまに好きです。あの空間がもうめっちゃ大好き、大好きですね。爆上げだった。地元の J2 の試合見に行きます。お、明日楽しんできてください楽しんできてくださいね。圧すごいよね。あ、マスクで声出しできる試合あるんだ。そっか、早くね、マスク声出しね、できるようになりたいね。オタクの声が出せなくて寂しいです。ですよね、ですよね。早くね、私も公演で皆さんの声を聞きたいです皆さんの声が聞きたいですね。声が出せる世界線が欲しいです。琴郎さん、花束ありがとうございますね。ぜひおすすめです。スタジアム行ってみてください。カープもね、応援に行きたくって、お友達と今約束をねしてるんです。カープ見に行こうねって言って、スポーツ観戦、スポーツ観戦を楽しみます広島はね、カープもサッカーもバレーボールもバスケットボールもいろいろとスポーツが熱いので、ニコライさん、かわいい、ありがとうございます。学園祭があったの？お疲れ様。一晩で2リットル牛乳飲んでそれはお腹壊すよ。なんでなんでそんなことしちゃったんですか2リットルって結構じゃない？圧もなかなかのものかと私そんなに圧かけてますかね。かけてるつもりはないんですけど。公園応援しに来てほしい。可愛い音叫んでほしい そうサッカー女子です。観戦っていいよね。観戦楽しいですよね。ね、新スタジアムも楽しみ。ね、一緒に応援しましょうスポーツ観戦も楽しみましょう。スポーツ観戦も楽しみましょう。あつみんな、もうあだ名つけがちつけすぎじゃないですか新しいのでき、新しいのできたもう1日に1個ぐらいのペースで新しいあだ名めっちゃ作るじゃないですか次はあつみん。そんな圧かけてないのにな、そんな圧かけてるつもりないのにな
あ、ラジオ良かったので、あ、嬉しい、本当？ぜひね、好評ならね、これからも続けたいな、ラジオ配信。あと昨日の配信でちょこっとだけ言ったんだけど、あの今月、来週か再来週か、あの安住コンサートを開催しようと思います。パチ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 アズコンです。アズコン、アズコンを開催します。イエーイアズコンです。なんと今回のアズコン、初めて あのアズコン、初めてあのオーディションの時にはカーのオーディションの時に NWP 公演の曲をやるっていうアズコンはやったんですけど、今回のアズコンはなんとなんと波線、天使それとも小悪魔、どっちが好き公演です。なんと公演名、公演名をちょっとコンセプトありの、コンセプトありのアズコンを開催しちゃいます。天使、小悪魔、どっちが好き公演、楽しみにしててください。天使、小悪魔、どっちが好きです。アツコンじゃないしアザコンでもありません、アズコンです。アズミンコンサートです。お兄ちゃんレインボースターありがとうございます。楽しみにしてて。本当にください。アズコンです。アツコンじゃないです。そう、天使、小悪魔、どっちが好きです。小悪魔人気だね、やっぱり。天使と小悪魔、楽しみにしててください。ちょっと考えてるのでいろいろと楽しみに、また日程が決まったら言うね。日程決まったら言います。土日と土日、週末と平日ってどっちが見やすいんかな、皆さん。週末の方が見やすかったりするかな。週末がいいかな、週末がいいかなと思ってるんだけど、土日のどっちかか平日か、土日がいいかな。やいぴん1ヶ月おつま見えなくて悲しい。そう、1ヶ月限定だからね、ここぞという時に言ってください。絶対に見に来てね。約束だよ。まだ日にちは決めてないけど。土日かな、やっぱり。そうだね、夜を考えてるな。どっちが好きって公園で聞いてるのに希望って。楽しみにしてて、楽しみにしてて。週末か、じゃあ週末の夜頃でちょっと考えてみてみますね。週末の夜頃で、楽しみにしとってください。くまねパパさん、花びらありがとうございます。そうだね、19日、そうだね、19日かな。やるなら19日かな。うん、ちょっと考えてみるね。やるなら多分19日になりそうだな。衣装も楽しみにしてて。衣装替えも、衣装チェンジもあります。瀬取りも楽しみにしててください。19は日曜日かな。衣装も楽しみにしててください。
絶対来てね絶対絶対来てね、約束だよ。指切り幻漫、嘘ついたら針千本のます、指切った約束です。小太郎さん、レインボースターありがとうございます。何曲くらいかな、曲する。割と長い、長めの公演を考えてます。長めのコンサート、長めのアズコンを考えてますね。1時間半、2時間弱ぐらいかな。割と長め。絶対に来てね。待っとるけん。19日かな19日の夜ごろする。19日の夜ごろします。お兄ちゃん結婚してありがとう衣装も楽しみにしとって。よし、じゃあ明日のラッキーアイテム占いに行こうと。おい、できた。明日のラッキーアイテムとラッキーカラーは、トゥク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 ラッキーカラーはペンライトカラーの水色とピンクにしちゃいました。明日公演お待ちしてます想定内当たった、お待ちしてます。明日はアズミンデーです。お待ちしてますフフ公演会場に見に来てくださる方、配信ご覧になってくださる方、明日は楽しみましょう。明日は夜配信がだから終わってからの配信にしようかなと思っとるけん、10時とかかな、10時ぐらいから配信します。10時ぐらいから配信をする予定ですね。お待ちしてます緊張、まだこんぐらいしか緊張してないよぜひ明日はもう公演の感想とか、公演のことについてね、明日話すね。公演終わった後に待ってますありがとう、今日もお疲れ様でした。一日お疲れ様、ありがとう。そうだね、オープニング感想配信だね。明日は感想配信です。よし、じゃあランキング読みます。壇上、あ、13位まさむねさん、ありがとうございます。12位 ZYX08313、 ありがとうございます。11位リモさん、ありがとうございます。10位ひろっちさん、ありがとうございます。9位こたろうさん、ありがとうございます。8位うっちーさん、ありがとうございます。7位アシテビチさん、ありがとうございます。6位ヌッシーさん、ありがとうございます。5位カギ37さん、ありがとうございます。4位ニコライさん、ありがとうございます。3位おにちゃん、ありがとうございます。2位やる気猫 K さん、ありがとうございます。そして1位は
ドゥルル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 ルダン、これは瀬戸内の太陽さん、ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう今日も配信を見てくださってありがとうございました。頑張ってきます、明日の公演楽しみにしててね。頑張ってくるぞい。久しぶりのステージ立つのちょっとちょっと緊張してきたかも今さっきまであんまり緊張してなかったけど、ちょっと緊張してきた。考えると楽しんでくるね。ありがとう、ありがとうございました。頑張るそうだね、4ヶ月ぶりね。頑張ってきます、楽しんできます。明日ちょっと200人400個の目と耳が見て聞いてるだけだから大丈夫です確かにその表現面白い。そうだね、そう思って緊張しすぎず頑張ってきますサンチュ君頑張ってきます。明日はぜひ水色とピンクのペンライト、会場に来てくださる方、水色とピンクのペンライトで待っててください頑張ってきますありがとう、ありがとう。よし、じゃあねえねえあずみんで終わりたいと思います。せーのって言ったらねえねえあずみんって言ってください。いきます、せーの。なーにーありがとう、ありがとうございました。おやすみなさい、お疲れ様でした。おやすみなさい、夢で会おうね。おやすみなさいありがとうございました。おやすみなさい、バイバーイ、また明日。